中編ではフィギュアの制作方法をご紹介します。まずは両面テープなどを使って仮組みをしてみましょう。体が直立したとても落ち着いたポーズになっていますね。このままでも良いのですが、少し改造を施してみます。改造は少し難しい作業です。キットの出来は素晴らしいので、そのままでも問題ありません。ご参考までにご覧ください。体を少し前傾姿勢にしてみましょう。底の接着面を斜めにします。体を前のめりにすることができました。それに伴い腕も変化するので、関節に切れ込みを入れてみます。手首も切り離し、車体に合わせることができるようにします。ドロドロ系接着剤をつけて仮合わせを行います。接着剤が固まるまでの柔らかい時間に微調整します。曲がる方向を見せた動きのあるポーズに変わったと思います。変更前と比べてみてください。1日置いてしっかり接着剤を固めました。余分な箇所をニッパーやナイフで切り取っておきます。隙間はパテで埋めることになります。使用するのはタミヤのエポキシパテです。このように主材と硬化剤が入っており、同分量で混ぜます。ハサミで切るように書いてありますが、目分量で切り出しても特に問題は生じません。丸めて形を同じにして、およそ同分量にすれば OK です。指先に水をつけて、手にパテがくっつかないようにしてから練っていきます。あまり水を大量に練り込むと硬化不良を起こすので、湿らせる程度で作業をしましょう。必要な分量を取り、爪楊枝を湿らせて盛り付けます。このように最初の粘りが強いうちに盛り付けましょう。この時点ではシワは意識しなくても大丈夫です。しっかり盛り付けることに集中しましょう。ナイロン筆を用意します。ナイロンのコシがポイントです。水で濡らして押し付けるようになじませていきます。キットのシワを延長する感じで隙間を埋めていきましょう。水を使うのがポイントです。ラッカー溶剤だと溶けてしまいます。でも使用後はラッカー溶剤で洗います。これをしないと筆が固まってしまいます。次の作業は半硬化を待ちます。およそ3時間程度放置です。半硬化させるとベタつきがなく作業しやすくなります。また爪楊枝を使いますが、実は先がこれザラザラなんですね。旋盤程度の紙やすりで磨いてスペシャル爪楊枝に仕立てましょう。オリジナルのシワを入れるのはとても難しいことですので、キットのシワを延長します。大きいシワを入れてから細かい部分を整えていくのが良いと思います。服の縫い目はデザインナイフで入れていきます。肩章もデザインナイフで造形すると良いと思います。出来上がりました。切り取った手首もひと手間をかけてみましょう。最も簡単な作業は親指をデザインナイフで切り離して広げることです。折らないようにゆっくりとピンセットで広げます。流し込み接着剤を塗ると柔らかくなるのでうまくいくと思います。こちらもドロドロ系接着剤で取り付けておきます。接着剤が柔らかいうちにポージングを決めて固まるまで置いておきましょう。迷彩服の塗装を行います。まずはタミヤアクリルのバフで全体を塗りつぶします。ウェットパレットに出して水で希釈して塗っています。ウェットパレットについては前編をご覧ください。 2,3 回程度重ね塗りをして色をつけていきます。迷彩の柄は実写をよく見て描き込みましょう。
まずは緑を描きます。わかめを描くような感じで筆を運ぶと良いと思います。次に茶色、緑の近くにまたわかめのように描き込むと良いでしょう。最後は黒に近いグレー。この点は数が少なく大きさも小さいようです。表面がかなりガサガサですので、艶消しクリアを拭き整えておきます。迷彩服の影入れにはミスターウェザリングカラーグランドブラウンを使います。影になるような奥まった箇所に塗っていきます。専用溶剤でぼかしてなじませてあげます。最後は100円均一のメイクスポンジ、これで塗粒をこすります。乾く前のウェザリングカラーはこすると落ちますので、これでハイライトができます。以上で服の塗装は終了です。顔の塗装を行います。顔の下地は水道水希釈のアクリル塗料で塗ります。3回程度は重ね塗りを行いましょう。陰影はエナメルカラーを使います。三原色と白黒を用意してください。牛乳パックなどの裏に塗料を取り出します。水では希釈できませんので、専用の溶剤を用意してください。まずは最初の影色、シャドウ1、赤と黄色でオレンジ色を作ります。そこに少量の青色を加えます。こうやって作った色を塗っていきます。塗る場所はまずは目元ですね、それから鼻の横、顔の側面や顎などにも塗っておきます。口の周辺にも色を入れておきましょう。次に溶剤を使って色をぼかしていきます。これをブレンディング作業と言います。初心者の方はこれで完成で良いかもしれません。次はオレンジ色に白を加えてみます。この明るい色、ハイライト1で頬や鼻筋など光の当たる場所を明るくします。それではもう一段暗い色、シャドウ2を作ります。シャドウ1に青と赤をさらに加えていきます。ブレンドで弱くなったシャドウを今一度引き締めるような感じです。ハイライト1に白を加えて、さらに明るい色、ハイライト2を作ります。こめかみや上まぶたなどピンポイントで小さく色をのせていきます。同じ色で白目を入れます。慎重に筆を運びましょう。目玉を入れます。希釈の具合がポイントです。少し薄めが塗りやすいと思います。ど真ん中に入れるのではなく、少し上寄りに黒い点を入れてあげましょう。目を入れる作業はかなり高い難易度です。なしでも全く問題はないと思います。次にハイライト2に少し黒を混ぜて灰色っぽい肌色を作ります。これはヒゲ剃り跡の色にあたります。顎の周辺部、鼻の下などに塗っていきましょう。次にハイライトに赤を混ぜピンクっぽい肌色を作ります。頬の下の部分や鼻の先に塗ります。最後は眉毛、赤、黄色、黒、この3つで茶色を作って塗ってみましょう。ゴーグルにクリアを塗れば完成です。いかがでしたでしょうか。フィギュアを塗るのは確かに難しい作業です。自分のできる範囲で挑戦なさってみてくださいね。次回はベースの作成、ウェザリングをご紹介します。草を植える方法であったり、車両の汚し方を解説したいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。